皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。評議会定例会が再開して、今日は代表格質問、自民党のですね、富原幹事長が頑張って質問をしていただいてました。それから江別選出の星先生が一般質問で、民主党の先生が質問されて、そんな一日でありました。その合間合間でですね、地元と連絡で取り合いながら、これからの選挙戦に向けたいろいろな打ち合わせもしていたりとかしました。夕方は、今日の、直来でみんなでですね、食事行ったりとかしてました。明日は、私の一般質問10時からの予定であります。皆さんぜひ、道議会のホームページから中継見れますので見てくださいね。それでは明日もいい一日でありますように。